にちは、ズンダモンなのだ。今日はこのローグライクゲーム、ダンジョンクロール、ストーンスープを遊ぶのだ。このゲーム、最新バージョンは日本語版がないのだ。日本語話者のプレイヤーのため、少しでも参考になればいいのだ。ここで外国勢の兄貴たちにも挨拶をしておこうなのだ。古本、マイネームズ、ズンダモン、アイムザフェアリーオブイーストノースジャパニーズトレディショナルヤングソイビーンズペーストなのだ。そう、アムナットグッダットイングリッシュ、バッアイルプレイエングリッシュバージョン、アイホープゼアラーセベラルヒンツ、ブディスゲームインザビデオス。このゲームでは種族と職業とをまず選ぶのだ。今日はバインストーカーって種族を選ぶのだ。バインストーカーはツルクサの生命体なのだ。大豆もツルを生やすからバインストーカーはほぼズンダモンなのだ。だからズンダモンでやるおなのだ。職業は適当に戦士なのだ。武器は適当に近接の電動鈍器なのだ。スキルの説明なのだ。スキルは種族ごとに伸びやすさがあるのだ。近接戦闘はおしなべてマイナス1なのだ。ちょっと苦手なのだ。鎧も盾も苦手で防御スキル上がりにくいのだ。魔法は解放されてないから見えてないけど得意でも苦手でもないのだ。そして隠密行動は植物だから得意なのだ。とりあえずファイティング、鈍器、鎧のスキルを伸ばしていくのだ。スタート、Oボタンで自動探索。おは、第一村人発見なのだ。野郎ぶっ殺してやら。まず気にすることは2つなのだ。敵と1対1で戦うこと。戦いが終わったら HP と MP を満タンにすること。大事なのだ。この種族最大の特徴はヒットポイントとマジックポイントを共有しているところなのだ。ダメージをマジックポイントで受けることができるのだ。すごいのだ。これと関連して敵に噛みついて MP を回復できるのだ。そしてレベルが上がると HP が急速に回復するのだ。一方で最大 HP は平均より 30% も低い。序盤はいつの間にか死ぬ可能性があるのだ。そして最大の欠点は回復系のポーションを飲めないことなのだ。かなり厳しいのだ。2階に来たのだ。2階には強敵がいるのだ。この緑のヘビくんなのだ。 HP を満タンでぶん殴るに限るぜ。レベルアップの際の基礎能力のアップはひとまず筋力と敏捷に振るのだ。敵と1対1で戦うために通路を利用するのだ。そして敵に突っ込んでいかず引きつけるのだ。突っ込んだ先に他に敵がいるかもしれないからなのだ。レベル4で回復力強化。不幸体質の僕でもHP リジェネが何とかしてくれる。3階層目、なんか砦のようなダンジョンが形成されてるな。なのだ。砦に行こう。で、お前は木内監督か。基本を守り引きつけて徐々に倒していくのだ。多くは群れでいることがあるから注意なのだ。油断するとエルフの姫騎士みたいにひどいことされる可能性があるのだ。殺せ、グヘヘヘ。殺すなんかよりもっといいことしようじゃねえかお嬢ちゃん。グヒヒヒ。おわあ、お店なのだ。後でお金貯めて買ってみるのだ。防具のお店で特別製のものがあって楽しみなのだ。グヘヘヘ。ヘルメットで防御を上げるのだ。 AC がアーマークラス、 EV が回避、 SH が盾。今回はアーマーと盾のスキルを中心に上げますのだ。このタイプの砦にはアイテムは少なく、幾幕かのお金があるのだ。金、暴力、ヘックス。砦で毒のエゴがついたムチを拾ったのだ。ムチは鈍器ジャンルの武器。弱いけど毒攻撃はここいらの敵には有効なのだ。受けて、見なさい。大豆の、ムチを、ほら。スキルは霧のいい数字のところまで行ったら方針を考えます。序盤はとりあえず近接関係を上げる。余裕が出てきたら隠密発動、人を上げる。そしてさらに近接を上げる。アイテム次第のところもあるけどこんな感じなのだ。画面ではファイティング後でとりあえずよし、盾を上げるか考えているところなのだ。迷って隠密を上げ始めたのだ。隠密は地味だが役に立つ。敵に気づかれにくくなると生存率が上がるのだ。ズンダモンは隠密が結構好きなのだ。いわば大豆の隠密同心なのだ。死して屍、拾うものなし。死して屍、拾うものなし。なのだ。
巻物やポーションの鑑定について説明するのだ。弱い種族ならすぐにでもアイテムを使いたいのだ。複数溜まった巻物があったらすぐに呼んでみるのがいいのだ。鑑定の巻物が出たらポーションを鑑定するのだ。ポーションは飲むとデメリットのあるものがあるから鑑定するべきなのだ。もし強い種族や自信のあるプレイをしているなら、ある程度アイテムを貯めてから個数を見て鑑定をするのがいいのだ。砦を攻略して得たお金でお店で防具を買うのだ。特別性のスケールメイルが気になるのだ。こういう特別性のアイテムをアーティファクトというのだ。アーティファクトはローグライクゲームの花。積んだもんはボイスロイドの大豆ペーストに咲いた一輪の花。僕は時代のあだ花なのかな。さて購入なのだ。あいえーけ結構強いのだ。修正値プラス8、すごい。耐性も毒と電撃がつく、すごいのだ。でも霊気に弱くなっちゃうのだ。どうしよっかな。穴のだ。こういう時はちょっと装備して数値とか見てみるのだ。へえ、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っちゃいね。アーティファクトとの出会いはフォレスト、ガンプ並みに一期一会なのだ。装備するぞ装備するぞ装備するぞ、僕は装備するぞ。霊気の耐性知ったこっちゃねえのだ。ここいらで霊気攻撃してくるのは限られとる。お宝ビビってて美少女が務まるかってんだ。さてダンジョン内にも祭壇が出始めたのだ。当面の目標として4階から7階のどっかにある諸宗派の寺院を探すのだ。王はエドムンドさんなのだ。1回の旅で一度しか出ないユニークモンスターの一人なのだ。装備ががっちりしていて強いのだ。それに今回は火炎のワンドを持ってて遠距離攻撃もしてきそうなのだ。距離を詰めつつ倒すのだ。拾っていた毒針を投げて毒に侵しつつ毒の鞭で撃つのだ。装備は硬いけど毒でダメージを蓄積させて倒すのだ。朝の稽古より楽勝でごわす。ガハハハ。ドンキスキルを5で止めて盾スキルを上げ始めるのだ。さっきエドムンドが火炎のワンドを持っていたのだ。ワンドの技量は発動のスキルによるのだ。バインストーカーはちょっと発動スキル苦手だけどやがては伸ばすのだ。なぜなら杖は杖からなのだ。5階階段を上り下りして敵を分断するのだ。この階段プレイダンジョンクロールストーンスーププレイヤーに認められた正当な権利なのだ。奥面もなく使うべきなのだ。レベル8噛みつき攻撃ができるようになったのだ。敵をハムハムして MP を奪うのだ。あいえ、やべえ敵ばっかりじゃねえか。どうなってんだここは。舐めやがって。許さんぞ。鑑定してないけどテレポートの巻物っぽい未鑑定巻物を読むのだ。無事テレポ、そして個別に倒すのだ。どうせ枚数の多いやつがテレポか鑑定って相場は決まっとるのだ。ディバイドアンドルーディビデインテラなのだ。ユニークモンスターのグラインダーは麻痺を使ってきて厄介だがなんとななりそうなのだ。経験値多いから倒す前にスキルを見ておくのだ。ファイティングはどんな種族職業でも大事なのだ。つまりファイティング原田なのだ。6階レベル9になったので敏将を上げる。真冬の星座から舞い落ちた白い恋ことホワイトインプなのだ。こやつは霊気攻撃をしてくるのだが今のレベルだとただのカカシですな。ユニークモンスターピッケル配下のレムレースたちに囲まれないようにして太鼓耐えるすのだ。今回は殴って倒したけど毒も効くし魔法防御も低いから遠距離から無力化も可能なのだ。魔法を使ってくるオークは視界を切って対応。強敵のトロルは変化の杖で違う敵にどの敵になるか表示されているので良さそうならば使う。トロルは魔法防御が低く変化しやすく、そして変化後のホーネットは毒に弱い。ホーネットは毒攻撃が強力だけど僕には毒耐性がある。おはオーガなのだ。初心者の余裕ぶっこいた淡い夢をその右手に掲げた巨大コンボを略して巨根で粉砕してきたダンジョンクロールストーンスープ界のアイドルと言っても過言ではない。オーガ直接ぶん殴らないで絡めてやポーションでのパワーアップで倒すのだ。ズカワイトから強いモーニングスターをゲット。武器変更ユニークモンスターマギーマジシャンみたいな名前しやがって。あいえすっごい強いアーティファクトワイヤー無ベーンを持ってたのだ。
めちゃくちゃ強いしかっこいい固定アーティファクトなのだ。今伸ばしてるドンキスキルじゃなく長い武器ジャンルの武器なのだ。一瞬迷ったけどドンキを伸ばしていたからドンキで行くのだ。階段プレイでノールの群れを処理、ユニークモンスターのメンカウラー王を倒す。 HP が少ないからそのまま殴り抜けるのだ。あったのだ、初週はのジーヒーヌ。今回はマクレブトイフ神様を信仰するのだ。敵を倒すと HP を回復してくれる神様なのだ。これで最大 HP の低さと回復ポーション飲めないという種族デメリットの軽減を図るのだ。他にも種族とのシナジーがあるのだが、おいおい説明するのだ。マクレブは敵を倒すと喜んでくれて信仰値がたまるのだ。神様からの能力を駆使するためのスキルが祈祷なのだ。バインストーカーは祈祷は得意でも苦手でもない。しっかり上げてマクレブ神からの能力を従前に引き出すのだ。ということで祈祷スキルを上げ始めるのだ。現在スキル的にちょっと余裕が出てきて、投擲スキルも鍛え始めているのだ。遠距離攻撃の手段を増やすのは大切なのだ。オは相当のオーガなのだ。こいつはオーガの推定値2倍くらい近接戦闘しちゃダメな敵なのだ。相当のオーガは相当やべえのだ。相当ただ毒や魔法のワンドは効くので絡めてで倒すのがセオリーなのだ。ここでは麻痺のワンドを試してみようなのだ。ここまで発動のスキルを上げてきたのが役に立つのだ。よし、麻痺ったのだ。こんにゃろこんにゃろ、こなくそう、うへへへ、倒せたのだ。混装備しているアニュレットは軽技のアニュレット。移動中のみかわしみが15も上がる。敵から逃げて通路に行く時とかに便利なのだ。早速マクレブの進行レベルが1になり、敵を倒すと HP が回復するようになったのだ。余力のリングでストレングスをアップ。ちょっと開けたダンジョンだから敵と1対1で戦える場所をしっかり探すのだ。多くは強いドンキを持っている可能性があるのでチェックするのだ。ヤクは群れでいるので引きつけつつ倒す。近接攻撃のみで結構強いのだが、今くらいの状態なら毒に侵しつつ倒せるのだ。ハイキング級になったので止めてドンキを伸ばす。毒の鞭の方がいいかもと思い装備を付け替えて試しています。ダンジョン9階、あなたは時の声を聞いたと表示されたのだ。臨時的に出現するダンジョンの一つが生成されたのだ。ポータルへの侵入には単数制限があり、以降は入れなくなるのだ。マジックマッピングの巻物があればすぐに探せるので、未鑑定巻物を読んでみようなのだ。武器魔法付与の巻物でモーニングスターをパワーアップ。霊気のモーニングスターになったのだ。ふふふ、マジックマッピングの巻物がなかったので普通に探すのだ。マクレブの進行レベルが2になり、ビームを打てるようになったのだ。失敗率や威力は祈祷スキルに基づくビームなのだ。進行値は使わないのが特徴で、 HP を1消費して打つのだ。バインストーカーは HP 回復能力に優れるからビームを打つコストが低減されるのだ。ポータルへの距離は随時黄色の文字で表示されるので目安にするのだ。あったのだ、入るのだ。アベイリーで城郭って訳せばいいのかな、よくわかんないや。ともあれ物理攻撃系というか戦士系のモンスターが詰めている戦場といった感じのポータルなのだ。ここはノールが中心みたいなのだ。若干敵数が多いのだ。3のワンドを使うのだ。貫通するので一度に複数モンスターに攻撃可能なのだ。そして3に侵された場合、攻撃と防御が下がるのだ。近接攻撃を仕掛ける場合に有効なのだ。一列に並んだところを見計らい、そりゃザックザックザックなのだ。アイテムを使用する時のコツは、もったいないとか考えないことなのだ。必要と思ったらガンガン使うくらいがいいと思っているのだ。今回は魔法のワンドがよく落ちているので発動のスキルを重点的に上げているのだ。投擲物が多かったら投擲を上げるみたいに柔軟に対応するのだ。あ、いけるのだ。敵が密集しており、かつある程度距離がある場合、焼き打ちの巻物が有効なのだ。焼き打ちの巻物は読むと視界内のモンスターが爆弾になるのだ。でんでその敵を倒すと大爆発が起こるのだ。楽しい仲間がポポポコーンなのだ。
誘爆して一網打尽なのだ。クヒヒヒ。そして火柱も立つのだ。クケケケケ。燃えてしまえ、燃えてしまえ。まずい一気に HP を持っていかれたのだ。麻痺の安堵で対処。なんとかなったのだ。とほほ。育爆家のお金とアイテムを得て、ポータルから脱出。オークの行動の入り口を発見。運強はここまでかな。それじゃあ、この辺で商店を開き、また来週もお楽しみになのだ。